待ってる時間になりますので、トイレのみになりますが、1時間ぐらい走ったところで一旦休憩してからホテルに、向かわせていただきます。はい、はい、行きます。出発します。じゃあガイドさんがお見送りしてます。右手お見送りです。どうも、はい、皆様大変お疲れ様でございました。いかがでしたでしょうか。はい、なんですか、ちょっとねお話をお聞きしましたら、お花がとってもねたくさん咲いててよかったですというお話、はい、お聞きいたしまして、もう本当にねよかったですよね。またあの前方右手になりますが、知床連山の方がご覧いただけます。あの連山の向かって一番左端の頂上の尖った山、あちらが知床の最高峰、羅臼岳になります。標高1661メートルになります。これから、しまして、その後、知床横断道路、山岳道路を通り、標高738メートルの知床峠を越えまして、ご宿泊いただきますウトロ温泉に向けまして進めてまいりたいと思います。戸田原の遊歩道の方で、たくさんお花の方見られたということですけれども、またこの辺りですね、沿道ハワナスなども咲いておりますので、またご覧になっていただきたいと思います。また先ほど私たちここに出てきますときね、あのとても綺麗に河原なでしこなども咲いておりました。もうお花の名前の方はしっかり覚えられましたか。の方はお分かりいただけましたでしょうか。浜那須だけは、はい、浜那須だけは分かったということで、このバスのボディにも浜那須描かれておりますので続きます。ちょっとですねお天気が変わってまいりました。暗くなってきましたね。今少し前見られました、あの知床連山も、うんうん、こちらの方参りましたら見られなくなってしまったようです。車の左手一帯、こちらの方は奈良林になっております。強い潮風を受けまして成長が抑えられております。風向きによりましてね、枝の方が一定方向に伸びております。奈良林になります。続きまして、奈良原の方が見えてまいります。海水の浸食によりまして、立ち枯れしてしまいました。奈良原の方、左手見えてまいります。先ほどは皆様戸田原の方をご覧になっていただいたかと思います。どうぞ車の左手ご覧ください。こちらは奈良原と呼ばれているところでございます。車の左手、こちらは野付湾になります。
まあ、先ほど皆様、船の方ね乗られました。野付湾になりまして、まあ、水深がだいたい1メーターから、まあ、3メーターくらい、浅いところでございます。で先ほどもご案内いたしましたけれども、こちらの方にはアマモと呼ばれます水草が多く生い茂っております。冬になりますとこのアマモを求めまして、オオハクチョウが多く、まあ、こちらの方に飛来いたします。でこの野付湾の方では、こちらの方の名物になっております北海シマエビ、シマエビ、アサリですとかね、シジミですとか、またホタテなんかも多くこの野付の方で、取れます。まあ、北海シマエビのお話の方聞かれましたでしょうか。高級品でございます。なかなか私たちの口には入りません。もう茹で上げますとね、真っ赤になります。とっても甘い美味しいエビでございます。あとはぜひエビを食べにこちらの方にいらしていただきたいと思います。ありますが、右手会津藩士の顕彰碑の方が作られております。江戸時代の末期、ロシアからの南下に備えまして、徳川幕府は東北各藩に、まあ、北海道の方の江戸地の警備をさせたわけなんです。でこちらの方は会津藩の方々が入りまして警備を行いました。文久2年から慶応3年までの6年間、200名ほどの方々が1年交代で、まあ、こちらの方の警備に当たったと言われております。まあ、厳しい、気候の中での警備といいますのはね、なかなか大変なことだったようです。車の右手になります。顕彰碑の方が作られております。会津藩士の牢を慰めるために、また こちらでお亡くなりになった方も大勢いらっしゃったようです。その方々の霊を慰めるためにということで顕彰碑の方が作られております。またどうぞ皆様こちらから車の左手気をつけて見ていってください。たまに単調の方見られることがございます。タンチョウなんですが、昔は保守の方にも生息していたと言われております。で現在は、北海道のこの東部十勝地方の一部、白地方、根室地方に、まあ、生息するだけと言われております。翼を広げますと2メーター以上にもなります。大きな鳥でございます。頭の先が赤く、昔からおめでたい鳥とされております。鶴は千年、亀は万年などと言われておりますが、四国高松の栗林公園の方で82歳まで生きたという記録がございまして、長生きをする鳥と言えるようでございます。ちょっと姿を見せてくれるといいですけれども、翼を広げますと2メーター以上にもなります。大きな鳥なんですね。重さがだいたい7キロから12キロほどございます。
ほど、皆様の方お迎えにですね、中標津空港の方に向かっていきますときに、牧草畑の中で2羽のタンチョウがおりました、お客様を、お乗りいただいているときに見られるとよかったんですけれども、でもね、この辺りでもたまに見ることがありますので、探していっていただきたいと思います。タンチョウは北海道の鳥に指定されております。北海道の花は浜名市、鳥はタンチョウになりまして、木はエゾマツになります。またね、エゾマツの方、後ほど通ります、知床横断道路の方を通りましたら、またくさん見られますので、ご案内したいと思いますが、また明日もね、横断道路の方を通りますので、明日よく見られましたら、またご案内させていただきたいと思います。来ましたか。あ、サギがいたということで、これから走っていくとね、カモメですとか、またゴメなんかも、ゴメって分かりますか。ウミネコのこと北海道ではゴメって言うんですけどもね、ゴメなんかもで参ります。釣り島ですけれども、ちょっとね、見えなくなってしまいました。先ほど、あの遠出原の方から国後島の方の山ご覧になっていただけましたでしょうか。よく見えました。よくね、見えましたということで、泊山、そして羅臼山という山もあります。で、国後島で一番高い山、チャチャ岳という山の方もご覧になっていただくことをできたかと思います。標高1822メートル、千島火山脈に属しておりますチャチャ岳の方、遠くに見られました。先ほどネイチャーガイドさんのお話をお聞きしましたらね、チャチャ岳が見えると3日後はお天気が崩れるということで、はい、もう3日後はね、皆様お帰りになられますのでね、はい、ですけども、チャチャだけ私たちもあの駐車場のところから見ましてね、わあすごいすごいなんて喜んでいたんですけれども、遠くにチャチャだけの方をご覧になっていただきました。国後島、また明日皆様よくご覧になっていただくことできるかと思います。で、車は標津市街に入ってまいりました。標津と言いますのはアイヌ語でございます。で、これは、大きな川、また鮭のたくさん取れる川という意味がございます。鮭がたくさん取れる川、この標津町なんですけれども、この名前の通りですね、鮭が多く取れるところでございます。あ、何年か、鮭の水揚げが全国一だったところなんですけれども、最近ちょっと水揚げ高と言いますのは、以前よりも落ちてきているようなんですけれども、鮭の町といたしまして知られております標津町になります。います。
の塩鮭が遡上してまいります。鮭が登ってまいりますとね、この辺り水産加工場の方が多く立ち並んでいるんですけれども、加工場の方も大変な忙しさになります。でこの鮭漁の時期は鮭のアルバイトの方々をたくさん雇うんだそうです。鮭バイって言うんだそうですけれども、オートバイなどで、北海道回られている方々もしばらくの間こちらの方で鮭のアルバイトなどされるんだそうです、中別川の方なんですけれども、日本で初めて、入漁料の方を支払いましてね、鮭の方を取ることができるところなんですけれども、鮭を釣ってね、全部持ち帰るということはできないんだそうです。1人2匹までということなんだそうですけれども、サーモンフィッシングの方楽しむことができます。中別川と言いますのがこの先ございます。少し行っておりますが、肉牛の方は大体1万頭、あとはもう10万頭は乳牛ホルスタイン種になります。美味しい、濃い生乳が絞られるわけでございます。先ほど、トドワラの、ネイチャーセンターの方でソフトクリームか何かお召し上がりいただいたお客様いらっしゃいますか？寒くてトドワラの方をご覧になっていただきましてね、また遊歩道の方通り、お花の方もご覧になっていただいたわけです。野付半島からまた標津の方を出まして、ただいま標津から上の方をずっと進めております。イチャーニー知床半島入りまして、ちょっと今トンネルに入りますので見えにくいなと思いますけれども、羅臼の方をこれから進めてまいります。羅臼から知床横断道路の方を通り、知床半島は西海岸ウトロの方にまいります。羅臼から船の方お乗りいただくわけです。知床岬の方を越えまして、そして、ウトロ港の方に皆様また行かれるわけなんですけどね、はい、ウトロの方行かれます。でウトロの方着きましてから、明日はウトロから少し右側、知床五湖こちらの方を回りまして、5つの湖が原始林の中に点在しております。明日は1個と2個、2つの湖の方をご散策いただきます。300年以上昔から日本人が入りまして、そして土地を開いたところでございます。されております。安政2年、我が国下田におきまして日露通行条約の方が結ばれておりますが、この時にもこの、4頭は
日本の領土であると言いますのが確認されております。第二次世界大戦後不当にもこれらの島々はロシアに占領されてしまいました。島を失いましてから今日まで島よ帰れということで返還運動の方盛んに行っておりますが、島が返還されるまではまだしばらくかかりそうでございます。でこちらの方から見られます、国後島、細長い島で島の長さが122キロほどございます。だいたい沖縄本島と同じくらいの大きさがあると言われております。かつてこの島には7000人以上の日本人が生活をしておりました。現在この国後島の方も7000人以上の方々がね生活されていらっしゃるのではないかということなんだそうですけれども、はい、分かってます。先ほどちらっとね見られまして島が近いなと言いますのはお分かりいただけたのではないかなと思います。一番近くに見られますのが野付半島から慶良間岬というところまでわずか16キロでございます。今日は、見ることできなかったんですけれどもよく晴れておりますと島の方の灯台も肉眼で眺めることができます。先ほどね野付半島駐車場のあたりから、島の灯台だと肉眼で見ることができるんです。なんか大きな声を出しますと島まで届きそうなそういった感じになります。でこれから羅臼町の方もありますが羅臼町の方からはだいたい25キロくらいと言われております。目の前に見られる島なんですけれども島との間には見えない一線が引かれております。まだ自由に行き来するということはできません。車は標津町の方から羅臼町の区域に入ってまいりました。これからいくつか小さな漁村の方を通りまして羅臼町の本町に入ってまいります。右手で釣りをされていた方がお二人いらっしゃいました。今こちらの方ではマス漁が行われております。マスの定置網の方もかけられておりまして来月9月に入りましたから秋鮭漁が行われます。マスというお魚ご存知ですか？鮭缶の魚で鮭缶に使われますね。このカラフトマスというのは鮭缶に使われます。鮭と同じく川で生まれて広い海に出ましてだいたい1年から2年経ちましてまた帰ってまいります。白鮭ほど大きくはならないんですね。だいたい体長が、60センチ前後でしょうか。海に出まして、1年から2年経って帰って終わります。鮭の方はマスと同じく川で生まれて広
青い海に出まして、3年から4年の旅をいたしまして、また生まれた川に帰ってまいります。体長が70センチ以上になります。下水のようなところで今ね、ちょっと海の方も見えますけれども、たくさんの木が生い茂っておりまして、沿道なんですが大きな木がたくさん見られます。で、北海道はだいたいどこを走りましても、この茎と板取り、本州の板取りよりもだいぶ大きいかと思います。草丈が2メーター以上にもなります。板取りですとかね、笹が多くなっております。よくこの茎を見まして、食べられますかというご質問あるんですけれども、今はもうこの時期は食べられない茎がほとんどでございます。最初から食べられない茎っていうのは沿道の茎、赤茎と呼ばれております茎なんですね。で、茎を大きく分けますと京茎と秋田茎に分けることができまして、北海道の茎は秋田茎に入ります。大きくなります。秋田茎になります。赤茎、青茎と呼ばれているものがありまして、赤茎と言いますのは、このような沿道で見られます茎を赤茎と申します。で、この茎は硬くて中に虫も入っておりまして食べられないんです。で、青茎と言いますのは山の中、水辺のところなどにあります茎を青茎と申します。茎の方、青い茎なんですね。で、この茎は大変柔らかく、みずみずしく、美味しく食べることができます。風の大変強いところでございまして、冬になりますと雪が飛ばされて、この辺りにたくさん雪が積もってしまいます。雪よけのために作られておりますトンネルになります。薄暗くなってまいりました。今朝は皆様朝早かったでしょうか。羅臼町は目の前に根室海峡がございまして、漁業が盛んに行われているところでございます。漁師の方と言いますのは朝がとっても早いです。ですのでもう寝てるのかなという感じですけど、まだ休んではいないと思います。です。
一部3階建てエレベーターもつきましてね、地下室もあってものすごいお金をかけた住宅がたくさん立ち並びました。でその住宅もちょっともうね古くはなってきているんですけれども、新築ラッシュが続いたところなんですが、最近は透けそうだなと言いますが、以前に比べますと取れなくなってきております。取る漁業から育てる漁業に変わってきております。カニは取れる。カニ、あ、この辺りですか。はい、カニも取れますね。もうなんか美味しいものがたくさん取れますよ。お話ししました通りね、はい、鮭からウニから、はい、スケソウダラからカニから、カニのシーズンは今ですね、はい、今取れてますね。また美味しいカレーなんかもね取れたり、またキンキ、赤いね、高級魚、キンキ、北海道でもメンメなんて言いますけれども、はい、メンメですとか、またタコなんかもね、取れますね。ラオスでいろいろ美味しいものを取れてるんですけれども、ここですごい有名なのは昆布でございます。ラオス昆布って聞いたことございませんか？濃厚な出汁が出ますラオス昆布。今ラオス昆布の方のシーズンになります。漁が行われております。この辺り住宅の前ですとか横など砂利を敷き詰めているところがございます。武者看板と申しまして、ここで昆布を干します。製品化されております。北海道は、昆布漁といいますが、盛んに行われておりまして、でこちらの方は羅臼昆布になりますが、もうずっと北の方は利尻昆布、上品な出汁が出ると言われております利尻昆布ですとかね、また函館の方は真昆布、またこれも、高級品になります真昆布ですとか、何にでも使えますのが日高昆布、昆布巻きにしましても、また、出汁にしましてもね、とっても美味しい昆布日高昆布。つく海側、日本海側、太平洋側、美味しい昆布が取れます。今日はちょっと、道の駅の方寄りますお手洗いで泊まりますけれども、もう売店閉まってると思いますのでね、ラウス昆布欲しいと思われる方は明日またこちらの方立ち寄るようでございますので、明日ご覧になっていただきたいと思います。どうぞ皆様、今回持ってこられましたお金は全部北海道に置いていってくださいね。そうしましたら北海道の経済もだいぶ潤って回りますので、よろしくお願いいたします。
や、こちら道の駅の方ですね、もう売店も閉まっております。お手洗いの方、住み次第バスの方お戻りいただきたいと思います。